そしてもう一度センターお願いいたします。そういう会社回路を自分の中にしっかり作っておく、まあ、これをバッとアダプテーションというわけですけども、それができていればアスリートのパフォーマンスの向上にもつながるわけでございますし、そして甘いものお好きなんですよね。これ大好きですね、はい、チョコレート以外に何か好きな甘いものとかあるんですか。甘いものは全部好きです。長く現役を続けるこうプレーをしていくっていうのには、本日この皆様にご紹介するファットアダプト食事法っていうのがやっぱ基礎大事になってきますか。まあこの食事を始めて 3,4 年ですかね、経ってますけど、それまで僕1年の中で、肉離れを 2,3 回やっていて、もうこのまま行ったら僕ちょっと引退、まあ、30過ぎてから引退しなきゃいけないなって本当に危機感を持ってる中でこの食事を、ね、出会えて、でこの4年間本当にあの筋肉系の怪我はもう1回もないんですよね。でそんな中でもそうだし、あの若い頃と比べても本当にコンディションが自分の中でいいと、それはピッチレベルで、感覚がいいっていうところで、この食事は本物だなということで、これを皆さんの前で、しっかりと自分自身発信したいなと思いまして、はい、あの今日ここに来ました。どうでしたか、今シーズン優勝ということもありましたけれども、どんなシーズンでしたか。そうですね、まあ、今シーズン、まあ、1年の中で肺の手術があったりとか、いろいろありましたけど、まあ、最終的にリーグ戦2連覇とカップ戦を優勝して2冠というところで最高な結果になりましたね。まあ、そうですね、まあ、2試合見てましたけど、まあ、初戦の特にチリ戦は、まあ、何度も日本はこうフィジカルが足りないということを言われてますけど、まあ、本当に世界のレベルはちょっと違うなっていうのを感じましたね。まだまだ世界で戦うためには日本代表ちょっとやるべきことがたくさんあるなっていうのを思いました、うん、まあ、ただウルグアイ戦はまた違った試合になってて、まあ、みんな頑張ってましたけど、それでもやっぱり差は感じましたね。